七夕物語。夜空に輝く天の川のそばに天の神様が住んでいます。天の神様には一人の娘がいて、名前を織姫と言います。織姫は旗を織って神様たちの着物を作る仕事をしていました。さて、織姫が年頃になったので、天の神様は娘にお婿さんを迎えてやろうと思いました。そしていろいろ探して見つけたのが、天の川の岸で天の牛を飼っている彦星という若者です。この彦星はとてもよく働く立派な若者です。そして織姫もとても優しくて美しい娘です。二人は相手を一目見ただけで好きになりました。二人はすぐに結婚して楽しい生活を送るようになりました。でも仲が良すぎるのも困るもので、二人は仕事を忘れて遊んでばかりいるようになったのです。織姫様が旗織りをしないので、みんなの着物が古くてボロボロです。早く新しい着物を作るように言ってください。彦星が牛の世話をしないので、牛たちが病気になってしまいました。天の神様にみんなが文句を言いに来るようになりました。天の神様はすっかり怒ってしまい、二人は天の川の東と西に分かれて暮らすがよいと、織姫と彦星を別れ別れにしたのです。ああ、彦星に会いたい、彦星に会いたい。毎日泣き続ける織姫を見て、天の神様が言いました。娘や、そんなに彦星に会いたいのか。はい、会いたいです。それなら一年に一度だけ、7月7日の夜だけは彦星と会ってもよいぞ。それから織姫は一年に一度会える日だけを楽しみにして、毎日一生懸命に旗を織るのです。天の川の向こうの彦星もその日を楽しみに、天の牛を飼う仕事に背を出しました。そして待ちに待った7月7日の夜、織姫は天の川を渡って彦星のところへ会いに行くのです。しかし雨が降ると天の川の水かさが増えるため、織姫は川を渡ることができません。でも大丈夫、そんな時はどこからともなくカササギという鳥が飛んできて、天の川に橋を架けてくれるのです。さあ、あなたも夜空を見上げて二人の再会を祝福してあげてください。